今現在地がここなんで、ハリーポッターはここちょっとなんか通り過ぎちゃってますね。こっから来たんで、でそれであの USJ はね、まあ、初めて来たんでちょっと周り見てこんな感じなんですけど、これって結構まあ空いてる方なんでしょうかね。まあ、ちょっと普段の状況がわからないんで何とも言えないんですけど、であのもう見てくださいよ、もう上ほら青空が出てきましたよ。ちょっと僕晴れ男かもしれないですね、持ってるかもしれないですね。あのここがですね、あのハリーポッターの行くところの多分目印になってるところですね。なんかいっぱい岩が飛び出てます。今ですね、ハリーポッターの入り口の、ところにね、今来ました。ビールが飲めるそうですね。バタービールマグカップ付きの方買ってきました。で、あのこれなんか映画ではこれ飲んで、まあ、これノンアルコールなんですけど、これ飲んであのここのねところに泡をつけるっていうシーンがあってね、やってみたいと思います。来ましたね、ちゃんとね。これなんか結構甘いですね、あのキャラメルっぽい味がして、まあ子供はすごくこれはそうですけどね。で、あのこのマグカップはあの持って帰れるんで、まあこれちょっと記念にね、あの持って帰りたいと思います。で、あのここのですね上の時計なんですけど、これね、あの正確なあの時間がねちゃんと刻まれてますね。今あのホグワーツ城に来たんですけども、 3D のねあのアトラクションをねあの中に入るにはですね、なんとですねこれですね180分待ちだそうです。約3時間ですね。あのなんかこの前ディズニーランド行った時のなんかプーさんのやつ、あれもなんか3時間ぐらいなんか並んでたみたいですけど、まあ、それと同じぐらいですねこれね。ちょっと3時間待ってっていうのはちょっと厳しいですけどね。体験したかったんですけどね、ちょっと3時間なんでね、ちょっと諦めたいと思います。そらたのライドアトラクション一般待ち列でご案内をしております。3時間待ちですね。あのなんかあのハリーポッターのエリアは結構ねいっぱい岩とかが立ってて、そこになんかいろんな文字が書いてあるんですよね。こういうのもなんかちょっと凝ってていいですよねこれね。ここはあのハリーポッターのグッズとかが売ってるショップですね。ここはあのハリーポッターの魔法の杖が売ってますね。こんな
感じで先っぽが光ってます。これもですね、映画で出てきたやつですね。で、これも映画で出てきたやつですね。指名手配の、動く指名手配のポスターですね。100ミビーンズを、買ってきました。まあちょっとここ食べるところがないんでね、まあちょっとこれは後でねちょっと食べたいと思います。ここがですね、ハリーポッターのね、食事ご飯が食べれるところなんですけど、めちゃくちゃ並んでるんですよね。こちらのですね、4人で食べる大皿のね、これ食べてみたいんですけどね、まあ、ちょっとね、1人で来てるんでね、まあ、4人分あるんで食べれないのと、あとめちゃくちゃ並んでるっていうね。あれですね、結局ハリーポッターはですね、まあ、乗り物もめっちゃ並んでて、でご飯も食べれなかったしね、まあ、なんだろう、バタービール飲んでいろんな景色を撮って、で100ミビーンズ買ってきたっていうだけでしたね。さすがにやっぱり3時間並ぶのがね、まあいろいろ回ってみて、やっぱりホグワーツ城の中入って3D のねアトラクションをやるのが、まあ、多分一番人気で、せっかく来たらそれやりたかったんですけどね、ちょっとやっぱりね180分待ちはね、ちょっと一人の僕としてはねちょっと厳しいですね。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook、Instagram をやっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あとワッキー TV の動画を見て自分もやってみたい、行ってみたいと思っていただければ、高評価ボタン、それとコメント等もいただければ嬉しいです。最後にまだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。